いては、たまーたまイレイ、たまイレイです。で、普通のたまイレイではなく、今回は、服部ハンズのケースを使ってたまイレイをします。そうですね。この競技については、よりたまを入れられなかった方が勝ちですね。だから弾が入った自分のケースの中に入っている球が少ない方が勝ちというルールで、相手チームがボンボン投げてくる球をこう避けまくってより少ない数にするっていうのが今回の競技になっています。はい、映像としてはちょっとえぐいことになるかもしれないですけれども、ボールを投げつけられる女性陣ということでね、いろんなそういうのがかからないようにしていきたいなと思います。はい、頑張って逃げ切りましょう。はい、それではどうぞ。について、よーい。はい、大人のボールプールみたいですね。思った以上に入ってないですね。ぜいぜいうるさいです。おお、結構入ってますね。はい、閉じてください。じゃあ続いて、用意。ドキドキしますね。お互いのが見えてないですね。9、お組はチューバマンプラスによる提供でお送りいたします。
ということでね、次からは、個人で、3回ずつ、音量を測っていってですね、最高得点を競い合うという形ですね。で、少数点まで、出して、最終的にはチームごとの合計を算出して、チームの勝敗を決めるという形で進めていきたいと思います。はい、なので、それぞれ初期をしてもらいながらやる形なんですが、いいですか、はい、合ってますね。はい、ということで、ありがとうございます。はい、ということで、それではやってまいりましょう。どうぞ。
第5試合チューバマン賞チームからユーホマンです。チューバマン賞チーム、チューバマンです。この番組はチューバマンプラスによる提供でお送りいたします。結果発表、チューバマン賞チームは603.3点、勝負はエバタンチチームの勝ちです、はい。5競技終わりまして、エバタンチチームの勝ち。はい、ということでね、地球の平和は私たちの手によって守られたということで、ね、特に反省会特にロングトーン対決ではね、異星人の力を、すごかったですね、特に感じさせられるところではありました。私たち耳から空気吸えるんですよ。全然穴開いてないですよ。なんだったら耳の聞こえが悪いっていう風の噂を聞いたことがあります。はい、ですがそんな、ね、大運動会も終わりました。何か感想をちょっといただけたらと思うんですが、じゃあ江端くんどうぞ。最年少として参加させていただいて、まあ、若さを発揮できたかなと思うので、素晴らしい、勝ってよかったです。それではチューブマン賞チームからも千春さんどうぞ。岐阜県から参加させていただきました。どんな運動会やるんだろうと思ってたら、思いのほか楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、運動会も無事終えることができました。怪我人も出さずに終えたんですけれども、一番後の2人にちょっとお話を聞けたいと思います。いやーねー、運動会って言ったら、まさかこういう山のてっぺんでこんな可愛いシチュエーションがあって、運動会っていうからちょっとなんかストレッチしたり、なんか出たけれどもね、今日ね、ユーフォニウムとね、チューバとね、たくさんね、そんなこともなく、まあ、怪我人も出ることもなく、怪我人も怪我人は食べることもなく、はい、怪我人といえば、もう
そういう季節ですけれども、ね、そうですね、鍋でもついてるも、はい、いい感じ。皆さんはどんなお鍋が好きですか？手紙と種類が違うらしいんですよ。あ、どっちかがなんか雲の中なんか、そう、毛並みが確か発泡なし、あ、そうですか。なんかザトウグモっていうのも雲の仲間じゃないらしいです。あ、そうなんですか。はい、足ハットンじゃないらしい。あのヤシガニっていうのも雲じゃないらしいです。はい、あ、そうなんですか。イカの足はあれ、ザトウグモはあれは足じゃなくて触覚なんですよね。ちょ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 、今日の感想をお願いしますね。あ、そうですか。はい、今日は、寒かった。心は暖かかったんですけど、手は寒い、カピカピン、そう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 、ちょっと言いました。あの肌もね、あのパッキンパッキンになってしまう、ね、そうですね。毛ガニといえば今雲もね、はい、庭すごいですよ、ジョロウグモとか。あ、そうですか。今あの冷気でシューってあの凍らせるクレーがあるそうじゃないです。中盤は以上でした。Thank you.